はい、皆様こんばんは。6月22日月曜日、第243回のしゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、あんずですね、東城のあんず、これからはね、販売が開始されたということでね、東寺尾にありますあの松代農業総合センターでね、今日販売しますよという形ですね、広告が出ておりました。今日ですね、ちょっとあんずもらいました。本当はもっとあったんですけど、食べてしまってね、ちょっと残ってる分だけちょっと見させていただいています。はい、よろしくお願いします。それではですね、今日のゲストをご紹介いたします。松代で七福神巡りの実施とですね、地図それから色紙を作成いたしましたので、法理神社相談役の、手塚光晴さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめにですね、法理神社の場所の確認ということで、ちょっと、地図を出してきますね。松代の町歩きセンターが、こちらに今あります。で、法理神社はですね、ここにありますね。ちょうど松代の町の中のちょっと大体中心部にいるっていう形でございます。はい、そのことについて、ちょっとまたお話を伺っていきたいと思います。まあ、法理神社って言って、まあ、私らも岩井神社とっていうから、お諏訪さんっていうのが主なんですよね。はい、まあ、このお諏訪さんのいきさつみたいなのをちょっとお話ししていただければと思いますけれど。はい、法理神社は、はい、もともと生玉の御事神をお祭りしておりました。はい、まあ、後に諏訪大明神を愛殿にしましたので、はい、諏訪社ということでお諏訪さん、お諏訪さんと言われるようになったということであります。はい、このお諏訪さんもあれですね、諏訪神社で、ね、だから来年はあれですね、御柱っていうことですよね。御柱のもう準備っていうか、そろそろやらなきゃいけないとは思うんですけど、どうなんですか。前回22年度でしたが、足掛け7年になりますので、はい、来年4月30日、5月1日、はい、2日間にわたって御柱祭と決定しておりますし、ご神木の方は、はい、戸隠から杉の用材2本、21メートルと18メートル、うん、これをすでに寄進していただくように決定して進んでおります。はい、そうですか。もう早々とという形ですね。はい、このあれですかね、その法理神社に関わったきっかけっていうのは何なんですかね。ですか、その私ですか。はい、小陣町の氏子総代として、はい、まあ、順番のこともあるんですけれども決められまして、はい、でお諏訪さんに参ったと。はい、まあ、それがきっかけですね。あ、そうですか。はい、で、お諏訪さんというか、法理神社 の氏子さんというのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、実家町に渡りまして、はい、約560個で氏子さんとして支えていただいております。うん、これは松代町の中ということになるんですか。町の中ですね。なるほどね。はいはい、まあ、この相談役って言いますけど、これで何年ぐらいやってらっしゃるんですか。そうですね、氏子総代になって7年目、はい、うん、相談役は2年ということになります。うん、あ、そうですか。はい、まあ、これもあれですね、やっぱり相談役もいないとちょっと、まあ、7年になってからっていうので、なんか短いようで長いようでっていうので、やっぱり相談役行った方があれですね、新しいもしやったとしても分かんなくなっちゃうっていう、ね。まあ、おっしゃる通りですね。うん、長いようで短いというかね、うん、そういう感じですが。なるほどね。前回どういう御柱をしたかとか、うん、あるいは前年度どういう祭事をしたかというようなことがですね、はい、経験した人がいた方がいいと、はい、これは参考になりますので、それで相談役として残ってくれというようなことで、はい、うん、やらせていただいております。ね、まあ、実際においでになった方が心強いですもんね。そうでしょうね。はいはい、まあ、その中で、まあ、法理神社の中に恵比寿さんとか弁天、弁財天かいうのが祀られてるっていうあれで、まあ、元々あったっていうことでいいですか。そうですね。うん、多分神社合祀令があって、町の町内の神社がお諏訪さんへ、ああ、法理神社へ、まあ、合祀されたというふうに思います。ああ、そうですか。で、恵比寿大黒社、はいはい、
八幡社、はい、それから稲荷社、はい、猿田飛行社っていうのがあります、うん、南側ですけ ど、 ど池の中に、はい、宗像社弁財天ということで、うん、水の神様、うん、祀られております。この、まあ、七福神巡り、このマップ作ったりってこれやったきっかけってどういうあれですか？そうですね、まあ、5年ほど先になりますかね、ちょうど神社へお参りに来る人がお参り終わってから、うん、その行く方向を見てますと、うん、右に行くか左に行くかあるいはまっすぐ行くか迷っておられる人が、うん、かなり多くおられる、はいはい、まあ年配とはいえその何て言いますかね、お参りに来るのか散歩に来るのか、うん、まあこれは両方だと思いますけれども、うん、目的がないということで、うん、その目安として、うん、この松代の伝統を生かした七福神をですね、はい、点を線で結びつけられれば、うん、目標がちょうどできて、いいかなと、うん、まあ、私も七福神に興味関心持ってましたので、うん、まあ、この点を滝沢宮司さんに相談しましたところ、はいはい、大賛成ということで、うん、日本橋の七福神の資料をいただきまして、はい、まあ、そういうものを参考にしてやろうかなという記録を、うん、あ、なるほどね、エネルギーをいただいたということです。なんか今までお話聞いて、今までだとその七福神に なんか少し足りないよっていうので、今回手塚さんも頑張ってなんか寄付されて、それで7つにしてこれでできたとかっていう話をちょっとお聞きしたんですけども、やっぱりそういったいきさつですね、どうしてもやりたいっていうあれですかね、今までもそういう思いがあったわけですね、まあそういうことになりますと、うん、七福がいないとこれは七福神になりませんし、うん、まあ、松代は伝統的な町ですので、はい、まあ、当然いろんなその像があるだろうと思ったんですが、やっぱりこの足りない像もありましてですね、うん、これはその像を安置しない限りはできないということですので、うんうん、この像をなんとか各神社仏閣へですね、はい、お願いをして、うん、祀っていただくということも含めて、うん、まあ、寄進を申し上げたところがあります。そうでないとできませんし、はい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 、まあ、結構、手塚さんのご尽力があってね、こうやってできたということで、まあ、初ということでね、まあ、主催が、法理神社氏子総代さんで、まあ、共催夢空間という形で一応やりました。22月の22日ですね。これも結構すごいあれでしたね、はい、お客さんが来られてっていう形で、まあ、七福神をセットするのは法理神社氏子総代で、はい、まあ、頑張って作ったんですけれども、実際に七福神を巡るとなれば、ええ、やはり PR も必要だし、はい、まあ、そういうことで夢空間の皆さん方にもご尽力いただきまして、はい、新聞にも出していただきました、ええ、まあ、尾又さんにも力をいただいて、はい、22日にこの実際には大勢こんなに来るとは思わなかったんですけどね、まあ150ぐらいかなと思ったのが250と、そうですね、で実際には色紙も間に合わなくて、はいはい、でまあ当初3班ぐらいに分けてと思ったんですが、うん、まあ4班5班というふうになったわけです、ね、まあそういうことでなぜこんなに集まったかっていうことは、うん、まあ、PR もさることながら、うん、松代のこの七福神の像が大きいということがあります、はい、で、ね、うん、傑作ぞろいです。なるほど、まあ、これ見てもあれですね、法人堂さんのあれっていうと67センチもありますね。大きいですね、こういう像が大きいと、はい、またお顔も直接拝眼できる、うんうん、いつも
1年24時間、はい、これはいつでもお参りできるということで、うん、その3点が非常に町路七福神の特色かなというふうに思っております、ね、これ見るとあれですね、大黒天が83センチ大きいですね、大きいですね、もうこの大黒天は、前から申し上げているところなんですけれども、はい、八代藩主の真田幸連公が、はい、東大の名手諏訪の和四郎を呼んで、時間をかけて作らせたという傑作ですね。素晴らしい大黒天です。なるほどね。これも常時見られるってことですね、まあ、これも格子になってるから見ると思えばバッチリ見れるんですね。またこの道主にいつでも声かけていただければいつも開けていただくという約束になっております。あ、そうなんです。直接も見られます。あ、そうですか。じゃあこれ法理神社ですね、恵比寿様。そうですね、はい、いいですね。これは非常に伝統のある恵比寿さんです、極彩色の陶磁器ですが、このお顔を見ていただくと、皆さんよくおっしゃるんですが、本当に恵比寿顔だと、いい笑顔です。なるほどね、まあ、沈んでる人の心も明るくなるなるほど、ね、まあ、七福神はポジティブで非常に明るい印象がありますから、まあ、6名の神様方はみんな微笑みを持っております、うんうん、あとこれも同じ法理神社で弁天、はい、弁財天ですね。これ琵琶を持って、はいはい、おられるということがありますが、はい、これそうですね、はい、まあ、七福神のうちで唯一の女神、うん、女の神様なんですね、うん、で元来はインドの大河にお住まいの方なんですが、はい、日本の宗像社三女神、これは海の神様ですが、うん、この一番下の一木島姫の御事と集合しまして、弁財天として水の神様ですから、うん、池の中にお会いします、うん、ということです。これは、まあ、池の中に島があってそこにっていう形ですね、はい、水の調べが聞こえてくれば、うん、まあ、閉めたもんだということがありますね。はい、あとこれは今大林寺さんにあります福禄寿ですね、ご覧の通り。これも大きいですね、頭が大きいよね。頭が長いんですね、うん、これは知恵がそれだけ詰まっているということで、うんうん、知恵の神様、学問の神様、さらにはこの、うん、長生きをすると、あ、長生きね、延命長寿の神として、うん、この松岳さんの彫刻も素晴らしいです、うん、傑作ですね、うん、これもやっぱりこういう格子があってそこからも見られますよということですね。さあこれはコンピラさん、ね、はい、コンピラさんにありますね。福禄寿と兄弟ということですが、はい、延命長寿の神で、この左手には桃の実を持っています、うん、あ、これですね、これですね、桃の実に、はい、触ることができれば命がさらに長らえるという伝えがありますね、うん、あ、そうです、はい、この場所っていうのはちょっと入ってはいるけど、商工会議所、松代支所ですね、商工会議所の中にあるんですけど、あ、違うか、すぐ南側、南側ですね、そうですね、こちらの方にもありますね、うん、はい、あとこちらは恵明寺さん、最終的なあれですね、最後のところなんですが、これが先ほど、はい、出てまいりました藩主真田幸連公の直々の作ということで、はい、80センチ超ですね、非常に大きい、はい、見ると欅の木のように見えるんですけどね、この像が2つに分かれていて、中に何が入っていたか謎かなと思うんですが、はい、また道主に聞いていただければ、そうですね、住職に聞いていただければ、これもちょっとあれ珍しいお寺さんでね、象山地下郷のちょっと北側にあるんですけど、これもちょっと寄っていただければ、なんか本堂普通だとお寺さんだから床が張ってあるんだけど、ここは土間だって言いましたね、ね、ちょっと珍しいあれですね、まあ、大漠宗に興味を持ってる人は、うん、特にこの本堂の屋根の作りとか非常にいいんだと言っております、ね、はい、ですからまたこの本堂もご覧になっていただければ、ね、いいかなと思います、はい、あとはこれももう完結ということで、色紙でございます。こういう形で一通りみんなハンコがあって、
そこでもって押していただいてという形になりますね。これはあの自由に押していただいて結構ですので、箱も置いてあるということでね、ですから、はい、あの他の七福神とはあの違いまして、うん、そういうところはあの気楽に、回っていただけるかなと思います。わかりました、はい、まあ、いろいろとあのご尽力いただいてこういった七福神巡りもできるということで、まあ、私どももね、あの松代にこういうのがあるということで、まあまあ、あの引き続いて回っていただけ回れるような形でね、なんかイベント開ければいいなというふうに思っていますので、まあ、その点につきましてはですね、うん、あのいろんな団体が最近お参りに回っていますので、はい、まあ、口コミでさらにメジャーになって、はい、あるいはまた七福のお菓子とかですね、うん、発展していければいいかなと、うん、まあ、神社の方ではあのメンテナンスの方も考えております。ああ、なるほどね、まあ、一緒によろしくお願いします。はい、わかりました。今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、はい、三田さん、はい、ご苦労さんでした。あ、いえいえ。難しい、いつも難しい話だね。うん、でもね、面白いじゃない、いろんな話聞けて楽しいよ。三田さんの話いつも高度で。そう、うん、何が高度？いや、話の内容がそう、私はすぐ遊びの話で、三田さんは高度な話で素晴らしい。そう、ありがとうございます。いやいや、今日は何も出ませんのでよろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、あの今、はい、お知らせね、はい、前に言いましたかね、これさくらんぼ狩りっていうのね、真っ白でまたやり始めましてね、7月5日までやってくれるっていうのでね、これはね、白石農園、あ、うん、白石さんの方でやってくれます。はい、入園料がね、一般で1500円、うん、もう30分だって、30分もぎ取り食べ放題ということですね。はい、そんなことで食事しないで行って、ね、お腹いっぱいにして、ね、あ、それ無理だと思いますね。はい、それからですね、はい、今エヴァンゲリオン、ね、これまたあの水の美術館でね、7月4日から8月30日までやるんですけど、それに伴ってね、前売り券を寺町商家、はい、ね、ここでもって売るということで、ぜひね、寺町商家、来ていただいて、うん、コーヒー飲みながらね、こういうのもね、そう、武家屋敷以外でね、商家、うん、ね、でね、お茶飲みながらっていうのもいいかなと。松代は武家屋敷はある程度ありますけど、ね、いっぱいあるんだけどね、はい、まあ、商家ってなんかないですよね。そうそうそう、あの商家はね、初めて。そうですね、はい、商です、商です、商家なくなってますよ。なんかね、もう言うと思ったんだけどね、そうそう、もう先に言われましたね。はい、続いて来週、はい、来週はね、はい、はい、宮坂さんでございますね。久しぶりです、ね、何をしますか。あの塩町さんですね、長野市の松代塩町さんの、うん、あの大沢茂郎さん、うん、間違いないので、うん、変わったんだ、変わったので、ね、来ていただくんで、うん、大沢茂郎さんですよ、うん、大隈重信さんじゃないからね、か間違いないように、ん、ちょっと一時違うんだね、うん、来週間違いないですね、紹介する、ちょっと大隈重信さんって言っちゃいそうでね。はい、うん、大丈夫です、はい、はい、どういうことを聞くの。ね、新しくね、塩町さんでこう、ね、うん、おいでになったんですけども、うん、そのおいでになって、今までの、福祉のね、うん、福祉畑を歩いてきた、あ、そう、塩町さんなんですよ。あ、そんなこと言ってた。そうなんですよ。ですからね、やっぱり福祉については本当に超ベテランで、うん、それでね、うん、あの先日ね、ちょっと自分で言われちゃいけないですけどね、あのお話を伺ったんですよ、うん、そうしたらね、うん、塩町さんのお話よりはね、うん、趣味、うん、すごい多趣味で、うん、下手したらね、うん、師匠のお話より趣味の話になってたんじゃないかって。そう、
そう、そちらがね、楽しみなんですよ、うん、本当にね、来週は趣味の話をお楽しみに、うん、あ、そう、分かりました。じゃあ一応そんなどんな話になるか楽しみですな。はい、塩町、はい、さんの来週の趣味の話をお楽しみに。はい、よろしくお願いします。はい、それから松代、また見たね。